2015年ミスタープロレス天竜源一郎が引退した。天竜革命最後の1年にカメラが密着。一場との差別はないかったらやっぱりありますよ。プロレスラーとして、家族の長として、マナ娘と全国を駆け抜けた引退ロード。楽しいですよ、本当。なんかいいね。馬場さんの話しなくていいですか。馬場さんの話しなくていいですか。不思議な職業だね、プロレスって。まあ、こんな面白いプロレスの山の方と思うと、ちょっと寂しい気もするよね。最後の瞬間まで時代と戦い続けた。そこにあったのは腹いっぱいのプロレス人生。ライブ4トゥデイ天竜源一郎。